はい、ラブ可愛いで。ちょっと横にしてみたよ。向こう側に行ってるわけだね。あやで。なんか、あやだやだやだ。逆断してる。うりうりうり。うりうりしてます。はい。はい、こっちにうりうり。じゃあこっち側にしてみようか。はい、ゴージャス。ゴージャス。あれでもさ、やっぱりさ、フリフリがついてたり、今の立体の方が似合う気がする。そうだね。うん、ちょっとやっぱりね、大きいかな、大人っぽすぎるんだ。そうだね。この人の性格が売り売り系だからね。やっぱりあれなのかな。なんだかんだ言って大きいけど、大きくなったけどお子様ってことなのかな、まだ。そうね。赤ちゃま、赤ちゃまなのね、ラブちゃんね。うん、赤ちゃんね。ねえ、もしかしてラブくんはさ、爪まで黒いかも。はい、シアンくんおいで。かわいい。かわいい。どうやって取るんだったっけ？ただの引っ張り。うん。はいはい。これも。際立つね。やっぱりジャン君のより、ちっちゃいんだね。はい、おいで。首回りちっちゃいんだね、君ね。あとお顔がちっちゃいんだね。シアンか。シアン、おいで。つけてください。くね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 。あららら。よいしょ。はい。今回もごめんね。はい、開いてきた。はい、すぐでしょ？ね。はい。ラブちゃんが赤。シオンくんが紫の大きなゴージャスリボンをつけています。しんくんもうちょっとこっちへ出よ。ラブちゃん生まれてきたらお母さん似合ってるかな。気品が出ちゃうけど。はい、それはダメ。これで挟んでください。似合うんだよ。似合うね。おっとこ、おっとこ前な感じ。あ、フェリーム。逆にさ、スタート時にこのゴージャスで始めて、だんだんカジュアルにしていこう。七五三みたいだもんね、これ。そう、七五三みたい。入学式とか七五三の晴れの舞台みたいな感じだけど、会場でもし似合いそうなのがさ、よしよしのいいやつがあったらちょっと買ってみて、それに付け替えてもいいしね。ほら、かわいいね。あ、今ね、シュン君邪魔しないでね。邪魔しないで。
ごとどこい。こいね、君たち。ちょっと。この性格なのだ。そう、あのリボンとこの、うん、この動き顔とか態度とかはちょっと違うね、うん、あと、おしとやかにしなさい。おしとやかは女の子なんでしょ。うん、やっぱりさ、遠目に見た感じはこのゴージャスが目立つよね。で、目を引くので、やっぱオープニングはゴージャスかな。うん、で、人がこうある程度見て回った後に、個別に見ている時に、ちょっとカジュアルなやつで、フリフリで。かわいい、かわいい、かわいい。お子ちゃんのアピール。こんなところに、うん、中箱みたいな。なんかね、蓋に穴が開いてるんで、その穴に手を入れて、うん、あ、そしたらここに入れたら出来上がるのかな、うん、そうだね、うん、気になるんだね、あんな穴って、うん、そうだね。ひろくんじゃなくて、ラッキーじゃなくて、アンキちゃんがひろくんにいられてたかな。よし、作戦決めました。